演武開演。どうも、本日はスターバックスバレンタインフラペチーノのチョコレートカスタマイズを飲みたいと思います。で、食べたいと思いますから、こんだけクリームがすると。でも、やっぱりストロベリーといい、これといい、いろいろ楽しめるコンビというのじゃ、飲んでみます。大人への愛にはちょっと遠いかな。バレンタインにぴったりとも言える甘めのチョコレートが口の中でふまーでとろけてとっても美味しいんですが、チョコレートなのでもうちょっと苦味があっても良かった気がしますね。中のザクザククッキーはやっぱりとっても美味しかったです。フラペチーノはこのザクザク感が人気の秘密なんでしょうか。というわけでこちらの点数とさせていただきました。もうちょっと苦味があってもやっぱり良かったかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。